今回は正真念仏家の行布の唱え方を解説します。浄土真宗本願寺派での正真念仏家の唱え方には3種類の唱え方があります。本願寺から出版されている日常勤行聖典などのお経本にはそのうち2種類の唱え方が記してあります。その2種類の唱え方とは僧布と行布です。僧布とは日常的に唱える唱え方です。行布は本山の西本願寺では宗祖親鸞上人の月命日である毎月16日などにお唱えをされています。行布は僧布に比べるとあまり耳なじみがないかもしれません。ですが唱え方を知りたいというお声をいただきましたので今回は行布の唱え方を解説していきます。お経本をお持ちの方はですね、手元にご準備いただいて書き込んだりご一緒に唱えたりしながらご覧いただければと思います。一度に通して解説をすると長くなりますので今回は前半部分の唱え方を解説します。さて先ほどお伝えした通り浄土真宗本願寺派においては正真念仏家には3種類の唱え方があります。そしてそのうち僧布と行布という2種類の唱え方がお経本には記してあります。正真念仏家の最初のページをご覧ください。ページの右側の方に右僧布と左行布と記してあります。これは正真念仏家の文字の右側にある博士という印を見て唱える唱え方が僧布で、文字の左側にある博士を見て唱える唱え方が行布ということを表しています。で、博士とは文字の横側に線で記された表記のことです。例えば正真念仏家の最初のページでは4つ目の句の財政自在大仏書の大仏書の右側に線の表記がありますね。これが博士です。漢字はドクターとかの博士ですね。お経には唱える時に音の高さが変わるものがあります。その音の高さや音の移り変わりを表しているのが博士です。西洋音楽では楽譜に音符を記して音の高さや変化を表していますね。日本ではこうした博士という表記を用いて音の高さや移り変わりを表していたんですね。で、繰り返しますが正真念仏家では文字の右側にある博士を見て唱える唱え方が僧布で、文字の左側にある博士を見て唱える唱え方が行布です。この財政自在大仏書という部分では文字の右側に博士が記されています。ですのでこの博士は僧布の唱え方を表したものになります。今回は正真念仏家の行布の唱え方を解説しますので文字の右側にある博士は気にしないでください。文字の左側にある博士を見ながら唱えていきます。とはいえ博士だけを見てもどのように唱えるか分かりづらいですよね。そのため真行寺から出している医薬本にはこの博士の横にドレミファソラシドで音の高さを表記しました。こちらではその医薬本を表示していますので音の高さの参考にしていただければと思います。それでは唱え方を見ていきましょう。改めて正真念仏家の最初のページをご覧ください。そのページの右上に金二世という言葉と丸が2つ書いてあります。で、この金二世とは金を2回打つという意味です。金を2回打って奇妙無量寿如来という1句目から唱えていきます。最初の奇妙無量寿如来の句ですがこの1句は1人で唱えます。ご自宅でお一人で唱える場合はこの奇妙無量寿如来からお唱えください。もしご家族と一緒にお唱えされる場合や
お寺の法要で唱える際など、まあ、複数名で唱えるような場合は、お一人が奇妙無量寿如来の一句を唱え、他の方は二句目の南無不可思議光から唱えます。次に奇妙無量寿如来という句の文字の右側を見てみますと、引くという印が何箇所か記してあります。奇妙の妙と無量の量、如来の来の右側にそれぞれ引くという印がありますね。この引くという印はその文字を引っ張って伸ばして唱えるという意味の印です。先ほど正真念仏偈の行譜は文字の左側にある博士を見ていくと言いました。しかし博士以外の印については文字の右側にまとめて記されていることもあります。例えばこの引くという印がそうです。この引くという印は、総譜でも行譜でも右側にまとめて記してあります。ですので、行譜でもですね、博士以外の印については文字の右側を見ていくことがあります。この引くという印があるところは文字を引っ張って伸ばして唱えます。まだ正真偈には白があります。基本的には一つの漢字に対して一拍で唱えます。この引くという印があるところは伸ばして二拍で唱えます。奇妙無量寿如来という部分では最初の奇は文字の右側に引くという印がないので一拍です。そして次の妙は引くの印があるので二拍になります。その次の無量の無は引くの印がないので一拍です。そして量は引くの印があるので二拍になります。で次の十と如は引くの印がないのでそれぞれ一拍ずつです。そして次の来ですが、よく見るとひらがなのいの文字の右側に引くの印があります。この来はらが一拍、いが二拍の合計三拍で唱えます。この来は唱え方が変則的です。ちなみに正真念仏偈の前半部分の音の高さはレの音が基本になっています。この音ですね。それでは金を打ってこの一句を唱えてみます。このような唱え方になります。二句目の南無不可思議光という句をご覧ください。南無不可思議光の光の右側に引くの印があります。ですので光の文字は伸ばして二拍で唱えます。光以外は一拍です。3句目の宝蔵菩薩陰に字も、字の右側に引くの印があります。ですので字の文字も伸ばして2拍で唱えます。ではこの部分も唱えてみます。なもふかしぎこ宝蔵菩薩陰に字。ここまでは僧譜も行譜も同じ唱え方です。で4つ目の句の財政自在大仏章ですが、大仏章の右側に博士の印があります。ですので僧譜で唱える場合は音の高さが変わります。ですが今回の行譜では左側に博士はありませんので音の高さは変わりません。僧譜をよく唱えたりして
馴染みが耳馴染みがある方はこの部分が一番間違えやすいところです。気を抜いていたらですね、祖父の唱え方をしてしまうと、まあ、私も間違えることがあります。でこの部分は音の高さが変わらないことに注意をしてお唱えいただければと思います。では、ここまでの4句をですね、通して唱えてみます。財政自在お仏性、このような、唱え方になります。でここまでの唱え方が分かれば、前半部分はおおよそ同じような唱え方になります。でこれ以降は今説明したところとは違う部分を説明していきます。では次のページをご覧ください。そのページの最後の句に長髪慶雨大愚勢とあります。慶雨と大愚のそれぞれの文字の間に棒線が引いてあるのがお分かりいただけるでしょうか。でこのように文字の間に棒線がある部分は拍が変則的になります。棒線の前の文字が 1.5 拍、後の文字が 0.5 拍になります。ですのでここでは慶雨の慶が 1.5 拍、うが 0.5 拍になります。大愚も大が 1.5 拍、愚が 0.5 拍になります。そして最後の贅の文字の右側に引くの印がありますので、贅は2拍になります。でまた大愚贅の右側に博士の印がありますが、まあ、行譜ですのでここも音の高さは変わりません。この一句を唱えてみます。長髪慶雨大愚贅、このような唱え方になります。拍がちょっと変則的っていうことをお分かりいただけましたかね。長髪慶雨大愚贅、まあ、このような唱え方になります。でこのような文字の間に棒線がある部分はこの後も数箇所出てきます。でその部分もこちらと同じ唱え方になります。次に数ページ後になりますが、一切全幕凡夫人とあるページをご覧ください。一切全幕凡夫人とあるページですね。そのページの最後の句、ゼ人名踏んだりけのけの文字の下に棒線が引いてあります。そして次のページの弥陀仏本願念仏の上に棒線が引いてあります。ここの棒線は2句続けて唱えるという意味の印です。ゼ人名踏んだりけと弥陀仏本願念仏の2句は息継ぎをせずに続けて唱えます。ですが息が続かない方は無理をせず息継ぎをしていただいても構いません。でまさは補足ですけれども、弥陀仏本願念仏の仏のつの言葉は、ほとんど発音しません。口の中で軽くつの形は作りますが、つとははっきりと発音せずに最後に軽く添える程度です。ではこの2句を唱えてみます。ゼ人名踏んだりけ弥陀仏本願念仏、こういう唱え方になります。ちょっと長いですのでね、この手前では、息をできるだけ多く吸っていただきながらですね、できる方は2句続けてお唱えいただければと思います。さて、その次のページになりますが、その2句目の中華自治域志向層という部分をご覧ください。
中華自治域の左側に博士の印があります。ここの博士は文字の左側にありますので、玉では唱える音が変わることを表しています。玉ではここまでずっとレの音で唱えましたが、中華自治域の部分はミの音に変わります。そして C 構想の部分でレの音に戻ります。また中華自治域という文字の右側に引くの印が多数あります。それぞれ漢字1文字に対して2拍ずつで唱えます。中で2拍、下で2拍です。その後の自治域もそれぞれ2拍ずつですが、少し変則的です。自治は字が1拍、地が1拍で計2拍になります。域も意が1拍、気が1拍で計2拍になります。この一句を唱えてみますね。中華自治域志向層、中華自治域志向層、このような唱え方になります。今のような唱え方をするところがあと2箇所あります。次のページの2句目、一周合名南天軸という部分をご覧ください。こちらも一周合名、一周合名の左側に博士の印があります。この一周合名の部分もミの音に変わります。そして南天軸の部分でレの音に戻ります。また一周合名の文字の右側にも引くの印があります。一周合名の部分は漢字1文字に対してそれぞれ2拍ずつになります。この一句も唱えてみますね。一周合名南天軸、このような唱え方になります。で、同じような唱え方をするもう一箇所は2ページ後になります。そのページの2句目、次年即時入室状という部分をご覧ください。こちらの次年即時の左側にも博士の印があります。この次年即時の部分もミの音に変わります。そして入室状の部分でレの音に戻ります。またここも次年即時の右側に引くの印がありますので、この部分はそれぞれ2拍ずつになります。この一句を唱えてみますね。次年即時入室状、このような唱え方になります。そして次が前半部分の最後になりますけれども、今のところから8ページ後の三部三神経音言とあるページをご覧ください。そのページの最後の句、四安尿外小妙化という部分ですね。こちらの文字の右側に引くの印が多数あります。引くの印があるところは2拍で唱えるとお伝えしてきました。ここは そこに加えてですね、次第にゆっくりという表記もあります。ですので2拍ずつを意識しながら次第にゆっくりになっていくイメージで唱えます。ここの部分唱えてみますね。四安尿外傷ここまでが前半部分となります。いかがだったでしょうか。今回は正真念仏偈の行譜の前半部分の唱え方を解説いたしました。
細かく見ていくと難しく感じられるかもしれません。ですが通して唱えると前半部分は音の移り変わりが少ないので慣れるとそれほど難しくはありません。繰り返し唱えると馴染んでくるかと思います。正真念仏偈の行譜をご一緒にお唱えいただける動画を用意しておりますので、そちらに合わせてぜひお唱えになってみてください。